切り揃えられたカバの枝の束枝鞭ムチは、体罰の一つで、カバの枝で作った枝ムチを用い、典型的には罰を受ける者の,の伝部を叩くものである。時として、背中や肩が叩かれることもある。用いられる枝ムチは、体罰を行う道具とするために、葉を取り去ったカバの枝を数本束ねたものである。英語の名称では、棒を意味するロットが、 単数型になっているが、実際の枝蜘は、一本の棒ではなく、材料に用いる枝も、カバとは限らない。強くてしなやかな枝であれば、何でも良いので、柳を、はじめ様々な木や、低木の枝が用いられた。ばみの枝で作った枝蜘は、特に痛いとされ、ヨーロッパの司法制度の中で最後まで、枝蜘が正式な刑罰として残っていた、万島では、 1960年代から1970年代にかけての時期まで4本から5本の端ばみの枝を束ねた枝ムチが使用されていた。枝ムチの威力は大きさによっても異なり、長さ、重さ、枝の数などがそれに関わった。懲罰を与える側は何種類かを使い分ける場合もあり、枝ムチにはそれぞれ形状によって異なる名称が付けられていた。例えば、 ダートムは韓国では16歳以上の男性受刑者の懲戒に用いる16オンス48インチの枝ムチを大ムチと称していた。枝ムチを水につけて使用することの効果についてはいろいろ異なる見解があるが、水につけることで空気抵抗は増さないで重さだけを増やせることは間違いなく枝ムチの使い手に十分な力があれば衝撃は大きくなる。 伝統的に、枝蜂は、使用する前に濃い塩水につけられることで、重さと柔軟性と、強靭さが増すとされ、痛みという意味でも、受刑者の肉体が傷つけられて、切り傷や耳ずばれができるという意味でも、この刑罰を一層重いものにした。塩水には殺菌作用もあるので、刑罰の後に、傷口から、感染菌が入り込むのを防ぐ助けにもなった。キャット O。 ナインテールズ1860年代には、イギリス海軍が、それまで少年水兵の懲罰に使用していたキュービの猫虫の使用を止めた。この猫虫は、監獄で用いられていた悪名高いものであったが、これに代わって、枝虫が導入された。枝虫は、比較的上層の人々にとっては、学校でこのお仕置きを受けたこともある、馴染みの深いものであった。同じ頃、一般の法廷でも、 海軍の例に習って、少年や若者の警報上の体罰に用いる道具を、それまでの革鞭や猫鞭から枝鞭に切り替えるようになった。海軍では、使用する枝鞭の標準化が試みられ、海軍本部は、様式化された枝鞭や、様式化された杖の使用書を作成し、それが、主なドックヤードに常備されるようにした。航海の間に、 悪さをした少年水平の尻を叩きまくって枝鞭ちが消耗してしまうので上陸時にはかなりの量を調達しなければならなかったのである。法の枝鞭ちという故障は裁判の結果下される刑罰として枝鞭ち打ちが行われる場合に使われるより厳しいタイプの枝鞭ちを指す表現で特に万島におけるはしばみの枝鞭ちを指した。1951年に出された覚書は イギリスのすべての監獄において使用が認められる枝鞭をロンドン南部のワンズワース監獄に回収することを命じた上で受刑者の懲罰に必要な場合はワンズワースから猫鞭ち3本を貸し出すので使用する前に徹底的にテストをした上でこれを用いるようにと指示していた一方イートンの枝鞭のように孔明などをつけた故障は学校で懲罰に用いる より小さいカバの枝から作られた枝鞭を刺した。剥き出しの尻を枝鞭で叩かれる。中世の男子生とのず打たれるのが小さな子供の場合、打つ者はその子を膝の上に乗せて枝鞭を振るうことができる。さもなければ、子供は椅子などに捕まって、前鏡に上半身を倒し、尻を突き出す。法的な刑罰として執行する場合には、打たれるものを縛って固定し、 逃げようともがいて、動きすぎないようにすることもある。一部の監獄や、強制施設には、枝鞭打ちのロバとか、枝鞭打ちの小馬と称された木製のカセが、枝鞭打ちのために用意されていた。枝鞭打ちに関する詳細な規則は存在していなかったので、監獄や警察は、それぞれ様々な異なる方法で、それに様々な故障をつけながら、違法な振る舞いをした。 未成年や成人を前鏡にさせ、罰を与えていた。この他にも、また別の器具を用いて、立ったまま、あるいは、寄りかかった姿勢で枝鞭を打つやり方もあった。学校でよく用いられていたのは、ホーシングと呼ばれる姿勢で、打たれる者は両手を取られて、別の誰かに背負われるようになるか、二人の肩に捕まるように前鏡になった。イートン校などのエリート校では、 特に用意された木製の台の上にひざまずくことになっていた。特に巧妙にできていた器具はフロッキングテーブルで、これはテーブルに腕を通す穴が二つ空いており、そこから腕を通させた上で足を所定の位置に縛り付け腰の上で体を固定すると腕を抜くことはできないが無駄に動かしてもがくことはできるというものであった。これは打たれるものに無力感を強く与えるので、 強制の目的にかなうものと考えられていた。どのような姿勢を取るにせよ。打たれるものの両足をきつく閉じさせておくなどの方法で、甲眼の裏側を叩くことがないように配慮することが必要であった。枝鞭を振るう教師を描いた1849年のドイツの風刺画枝鞭打ちは木製の杖を用いる情景が広まる19世紀まで。 ヨーロッパにおいて最も一般的な学校における体罰であり、刑罰でもあった。いくつかの証言によると、監獄によっては伝説的とされるほどの九尾の猫むよりも枝むの方が恐れられていたという。枝むは常に剥き出しの伝部に対して用いられるものであったため、この屈辱は通常少年に対して適用され、成人に対して行われる場合は、 背中や肩が打たれることが多かった。もっとも20世紀の裁判官たちは猫鞭ちより枝鞭ちを命じることが多くなってゆき、イギリス本国において成人に対する法的刑罰として鞭ち打ちが認められていた最後の時期においては、それが認められる唯一の犯罪であった強盗犯に対しても同様の傾向があった。枝鞭ち打ちはフランス革命の際にも用いられた。 革命派の女性指導者の一人アンジョセフィ・テロワールド、メリクールは、公衆の面前で鞭打たれたことがきっかけで発狂し、精神病院で最後を迎えた。1793年5月31日、ジャコバン派の女性たちが、チュイルリー宮殿の公開庭園でテロワールを捕らえ、衣服を剥ぎ取って、裸にした上で、裸の尻を鞭打ったのであった。 20世紀のイギリスにおける刑罰としての枝む打ちは、成人に対するまともな処罰としてではなく、例えば小学の窃盗などを犯した少年に対する軽微な懲罰として用いられることが多かった。この処罰は、イングランドやウェールズでは14歳まで、スコットランドでは16歳までの少年少女に適用された。この未成年者に対する処罰に用いられる枝むは、比較的、 軽く小さなもので枝鞭打ちは通常は治安判事裁判所で判決が下されると直ちに裁判所内の部屋が近くの警察署において非公開の場で警察官によって執行された。今日では枝鞭打ちが刑罰として用いられることはほとんどないし子供のしつけに用いられることもほぼ完全になくなった。イギリスにおける刑罰としての枝む打ちは未成年者。 成人とも1948年に廃止された。ただし、韓国内における暴力的な犯行に対する処罰としては、グレートブリテン島とアイルランドの間のアイリッシュ海に位置し、王室属領として独自の法制度を持つ、満島では1976年まで未成年の犯罪者を枝口ち打ち系に処し続け、かなりの論争を及んだ。同様に、 やはり王室属領であるチャンネル諸島のジャージーやガーンジーにおいても1960年代半ばまで職法少年の処罰に枝蜘が使用されていた。カリブ海の島国であるトリニダード・トバゴでは1953年の逮罰法によって高等裁判所が男性被告に対し他の刑罰との合わせた懲罰として結び目を作ったキュービの猫蜘による鞭打ちか、 タマリンドの枝ムチ、内誌は他の素材で作った枝ムチによる枝ムチ打ちを命じることができるようになっており、さらに大統領にはこれ以外の体罰を承認する権限も与えられている。トリニダード・トバゴでは2000年に法律上の成人年齢が16歳から18歳に引き上げられた。現在、トリニダード・トバゴは公式に枝ムチ打ちを制度に取り込んでいる唯一の国と言えよう。 SM としての枝むちの使用。1780年。頃の基本がフィンランド式サウナで使用する葉のついた、カバの枝、バスタ。